はじめましてでいいかしら。私は国宝レイン。3年でこの学園の学生会長をしているわ。この学園は学生の数が多くて、ちょっと変わり者がいるから楽ではないわね。その分やりがいも感じているけれど。変わり者なんているのかですって？あなたのことよ。クラスメイトと馴染まないで、いつも一人でスマホいじってばかりで、学園をフリースポットと勘違いしてないかしら？先生方からの苦情が、なぜか私のところへ来るのよ。優秀な学生は大変ですね、って。あなたが言わないでちょうだい。ま、ほどほどにしておくことね。あまり余計なことに首を突っ込んでいると、やけどすることになるわよ。何のことかって？さて、何のことかしらね。え？ハッキング？サイバーテロリスト？この私が？やあね。そんな大それた犯罪行為、貧困法制を絵に描いて額に入れたような私が、するわけないじゃないの。え？拳銃？そんなもの、持っているわけないでしょ。やあね。何を見間違えたのかしら。ま、あなたが私のことを本気で手伝ってくれるなら、ちょっとだけ、私も本当のことを教えてあげても良いのだけれど。